SIT こんにちは、いいよ。はい、始まりました。シットでございます。皆様、食後のデザートって何を食べますでしょうか？アイス、プリン、もう一個忘れてるでしょ。こちら、おいしょー、ドン。まあね、これはゼラチンなんですけれども、ゼラチンと言ったらね、ゼリーなんですよね。今回はですね、ただね、ゼリーを作っても面白くないということで、今回はですね、こちらもご用意しました。こちら、ドン。デスソースということで、今回はデスソースゼリーを作ってみたいと思います。俺死なないよね。そんなことはね、気にせず、今回はデスソースゼリー作っていきたいと思います。それではキッチンへレッツゴー。はい、それでは作っていきたいと思います。まずはですね、このゼラチンをこの 50ml を沸かしたお湯に入れて溶かしていきたいと思います。やっていきましょう。はい、まず水 50ml をこのお鍋に入れました。ということで、今から沸かしていきたいと思います。加熱を始める。50ml なんですぐ沸くと思います。はい、沸いてきたんでゼラチン入れていきます。OK! 混ぜ終わったらですね、こちらデスソースのね、薄めたやつを作っていきたいと思います。はい、こちらが 200ml の水です。で、ここにデスソースを入れます。あー、これ多いわ。でもね、匂いがね、やばいんですよ。ちょっとこれはまずいな。こんな感じで混ざりましたね。で、このデスソースの中にゼラチンをね、入れたいと思います。入れます。まあちょっとあぶれたけど大丈夫でしょう。で、混ぜ終わったらこのカップに入れていきたいと思います。うわ、匂いやばい。はい、見てもらったらわかるんですけれども、できたんでね、冷蔵庫に冷やして1時間半ぐらい待って完成なんでね、1時間半後にできてるか確かめて食べてみたいと思います。それでは冷蔵庫入れていきますね。しばし1時間半お待ちを。1時間半経ったということで、デスソースゼリーが完成しました。それがこちらです。全然ほれゼリーでしょ。もうプルンプルンしてるんですよ。で、落ちないし、ちゃんとゼリーになってます。それではまずは匂いからいかせていただきます。あー、フルーティーフルーティー。それではいただきます。うわー、プルンプルン。これがデスソースゼリーでございます。3、2、1、いただきます。今日も僕の動画を見てくれてありがとう。明日も会えると